はい、えー、皆さん、こんにちは。レック宣言講師の吉沢です。えー、刑法第1回、えー、始めます。今日の一足はこちら。はい、読みます。A は、あ見ず知らずの B から因縁をつけられて、顔面を拳で数回殴りつけられた。そのため、A は、B の攻撃を防ぐため、B の胸付近を両手で押したところ、たまたま B はバランスを崩して路上に転倒し、打ちどころが悪かったため死亡した。この場合、 A の反撃行為によって生じた結果は B によって侵害されようとしていた法益よりも大きいので A が B の胸付近を両手で押した行為には正当防衛は成立しない。はい A‐ 丸かばつか正誤判断どうぞ。 はい、えー、答えはバツでございます、えー。正当防衛は成立します。でこちら、平成21年第25問のおの足ですけれども、出題頻度の、まあ、かなり高いと言っていいでしょう、正当防衛の問題ですで。この正当防衛ですね、平成25年から出題がないということでピックアップした次第でございますで。この足のですね結論自体は皆さん大丈夫。 かなと思うんですけれども、まあ正当防衛の学習のコツですよね。それをまず簡単にお話ししておきます。えー、まず、えー、正当防衛の学習のコツ一つ目ですけれども。緊急避難、えー、ですよね、えー。との比較の視点。で、頭を整理する。はい、二つ目。正当防衛の成立要件。ですね。まあ、急迫性等々。いろいろありますけれどもね、成立要件。まあ、判例上。問題となった事案がですね。 どの要件の問題なのかまあ判例上問題となった事案がどの要件に関する事案なのかっていうのをですね強く意識して、えー、頭を整理していただければと思います以上が学習のコツということになりますで、えー、本文の事例ですねどの要件に関する事例かというとですね条文の文言で、えー、申し上げますと条文というのは刑法三十六条ですけれども条文の文言でいうと鍵確保をやむを得ずにした とという要件に関する事案だと言えますでこの「やむを得ずにした」とはですね防衛行為の必要性と相当性を意味いたしますけれども正当防衛の場合は緊急避難と場合と異なり防衛行為自体に相当性が認められれば仮に生じちゃった結果が予期に反して重大で侵害されようとした法益よりも大きい法益が失われたとしてもそのことをもって正当防衛の成立が否定されるわけではない。 ということでした。まあ、本文事例もまさにそのパターンだったと言えます。はい、えー、以上、刑法第1回でした。